岡崎平内大正六年は、日本の政治家、七代目平内、元衆議院議員、初代鳥取県会議長、初代鳥取市長、明治の鳥取氏族政治会の指導者として、明治の百年式典の時、県政功労者となった。幼名は平太郎、長寺手加官と改め、後明治十三年九月父の名を継ぎ、平内と改める。鳥取の馬場長、 半御用係500国の藩士の家に生まれた。平内の着難。明治7年、愛国者に入り自由民権運動に参加したが、一転して明治10年に陸軍省に入省。間もなく帰郷して、協立者に入って、氏族の強制にあたる一方、旗織り場を設立して、植産工業に勤めた。明治9年に、全国で大規模な府県の合併が行われ、 鳥取県は一時島根県に組み込まれた。島根県時代に日野郡長、県会議員となり、愛護会会長として鳥取県再予けに尽力した。明治14年に鳥取県が再予けされると初代鳥取県会議長となり、山田県政を支えた。明治21年に市政が交付されると初代鳥取市長となり、帝国議会が開設されると衆議院議員に、 選出されて、政府系の大政会に所属した。しかし、国会が清掃の場に終始しているのを見て辞任。壊れて、西白軍長、岩見軍長、資産次会委員などを歴任した。晩年は、自宅の剣術道場で言えども世や竜を研算した。岡崎家の先祖はもともと、作州の大名であった森家に仕えていたが、漢文5年に池田家に召し抱えられて、 鳥取に移り住み、代々、平内を名乗った。五代目平内の頃、鳥取藩は多くの借金を抱えていた。その財政立て直しに活躍したのが平内で、その仕事ぶりを認められて、屋敷を与えられた。岡崎平内が住んでいた屋敷は、鳥取市に今も残る数少ない武家屋敷の一つで、日本で最初の女性弁護士である中田雅子が暮らしていたことでも知られている。 ありがとうございます。